これを見れば千葉ジェッツの最新情報が丸わかり、ジェッツニュースということで、今日も始まります。第5回目となるジェッツニュースですが、まずはですね、今シーズンも本当に熱い応援をいただきありがとうございました。この場を借りてお礼言わせていただきます。ありがとうございます。まあ、天皇杯優勝、東地区優勝、まあ、連勝記録などね、まあ、いい記録がたくさん生まれたシーズンだったんですけども、まあ、もちろんアワードでもね、まあ、クリスだったり、富樫、原ちゃん、まあ、この3人の選手がね、アワードに選んでいただいたりとか、まあ、SNS でも、ソーシャルメディア最優秀クラブ賞というのを皆さんの応援もあって、受賞することができております。ありがとうございます。皆さんのおかげです。ありがとうございます。ただですね、やっぱり三冠を取れなかったのが、あと一つだったんですけど、悔しいなというところなので、来シーズンもね、一緒に、まあ、次の目標に向けて戦っていただければと思います。よろしくお願いします。ということで、改めて5回目となるジェッツニュースのトピックスを見ていきましょう。本日のトピックスはこちらです。はい、まず最初のトピックスはこちらです。選手の契約情報でございます。まあ、今ね、ご覧いただいていると思いますが、左側に映っている選手が、来シーズンも千葉ジェッツで一緒に戦ってくれる選手たちですね。右側に映っている選手、こちらが、残念ながら、来シーズンは千葉ジェッツでの契約は継続せずですね、他チームで活躍を場を移していくという選手になっております。まあ、ブースター感謝祭でもですね、富樫選手も言っていたんですけども、まあ、寂しいですが、まあ、毎年ねこの時期はまあ出会いもあれば別れもあるという時期になっておりますので、まあ、出ていってしまう選手たちのこともね、ぜひ引き続き、千葉ジェッツのファミリーとして応援していただければと思いますし、チームとしても、新天地での活躍を応援しております。なおですね、こちらに今掲載されていないクリスとジャバーですね、こちらはまだ情報が出ていないため、追って発表されますので、それまでしばらくお待ちください。そして先日ね、発表がありましたが、まあ、2223シーズンで大阪エベッサに所属していたアイラ・ブラウン選手が新たに千葉ジェッツに加入してくれることとなりました。彼はね、まあ、帰化選手なので、まあ、ギャビン・エドワーズ選手が、まあ、千葉ジェッツから出ていってしまうというところの穴を埋めてくれる選手として、まあ、とても期待が持てるんですけど、まあ、身長がね、多分皆さん心配しているところだと、まあ、ギャビンと比べるとだいぶちょっと低めなので、そこがどういうふうに、ポジションをうまくコントロールできるのかなというところが皆さん気になると思うんです。体強いですし、まあ、ダンクコンテストでもね、かなり派手なダンクを披露してくれたりとか、まあ、過去にもね、千葉ジェッツと対戦してした時にそのスリーポイントも結構あったりするので、まあ、そういうところで、まあ、ギャビン・エドワーズ選手とはまあ違うね、活躍の仕方で千葉ジェッツを力つけてくれるんじゃないかなと思っておりますので、皆さんぜひ力強い応援をよろしくお願いします。続いてのトピックスはこちらです。 YouTube 情報ということでですね、まあ、今シーズンもありがとうございましたということで、選手から皆様に向けたですねコメント動画を公開しております。まあ、皆さんね、すでにご覧になってるかと思うんですけども、まだの方はですね、結構内容しっかり作ってありますので、ぜひちょっとハンカチをしながらねご覧いただければと思います。よろしくお願いします。またですね、まあ、今シーズンのプレーの中からブースターの皆さんが選んでいただいたですねベストプレー集、こちらも公開しております。でなんとですね、400近い応募があったとのことで、まあ、応募していただいた皆さん本当にありがとうございました。まあ、あのランキング見ててもね、あ、やっぱりこれ選ばれたかと、皆さんちゃんと見てるなというものがたくさんありましたので、まあ、昨シーズンのね、その活躍、選手たちの活躍を振り返りながら、ぜひね、熱い応援を来シーズンもしていく、そのモチベーションアップのためにも、ね、見ていただければと思います。こちらもよろしくお願いします。そして続いてはこちらです。ブースター感謝祭をもう一度ということでですね、まあ、結構あの船橋アリーナが満員になるぐらいたくさんの方に来ていただいたんですけども、まあ、千葉県に住んでなかったりとか、まあ、平日開催だったので、まあ、現場に行けなかったよっていう方もいらっしゃると思います。それがですね、当日の様子 YouTube でフルで公開されています。こちらね、2時間長いんですよ。もう映画見るぐらい長いんですけども、まあ、内容としては借り物競争だったり英語で伝言ゲーム、これもう本当に爆笑必至なので、電車の中で見たりとかは本当にやめた方がいいと思います。お家でご覧ください。まあ、ずっとね面白い内容なので、ぜひですね、まあ、2時間長いんですけど全部見ていただければと思います。ね、こちらがやっぱりもう選手たちが全員集合している最後の、まあ、YouTube の企画になっておりますので、まあ、そういった点も合わせてね、思い出に浸りながら見ていただけるとより楽しめるんじゃないかなと思いますので、こちらもぜひチェックしてください。まだまだ続きます。さらにこちらということで、6月はショート動画コラボ祭りということですね。こちら人気インフルエンサーさんたちとコラボしたショート動画が多数公開中となっております。で現在公開されているのはウンパルンパさん、スミポンさんで、エンドレスさん、
この3組になってるんですけども、まあ、そしてね、近々もう一組も公開される予定とのことなので、ぜひですね、今のうちに皆さんチャンネル登録していただいて、様々なコラボ動画を楽しんでいただければと思いますので、こちらもチェックしてください。よろしくお願いします。そして、最後に YouTube からお願いです。ただいまですね、ジェッツチャンネルでは、来期以降の動画もより良いものにしていくためにアンケートを実施しております。まあ、こちらね、まあ、昨シーズンまでいろいろ YouTube チャンネルで、企画出してきてるんですけども、こういう企画だったらもっと面白いなとか、まあ、いろいろな他の YouTube チャンネルとか見ていて、これうちの選手にやらせたら面白いなって思うの、多分皆さんの中にお持ちだと思うんですよ。それをぜひですね、アンケートに書いていただければ、全部採用は、まあちょっと難しいかもしれないですけども、これいいね、みたいなのがあったら、どんどんね、採用していって、よりこう面白い、皆さんの要望に応えた Jets チャンネルにしていきたいと思っておりますので、こちらぜひ、概要欄にもね、リンクがありますので、こちらご協力いただければと思います。よろしくお願いします。なおですね、こちら回答期間は6月30日までとなっておりますので、ぜひですね、皆さんのご意見、ご要望お待ちしております。よろしくお願いします。さあ、ちょっとね、YouTube 情報がモリモリになってしまったんですけども、続いてまいりましょう。続いては、千葉ジェッツ YouTube 情報ということで、こちら。ラス情報。千葉ジェッツ YouTube 情報って言っちゃったね、俺ね。よー続いては、千葉ジェッツユース情報ということで、こちらです、はい。トップチームはですね、シーズンは終わってしまったんですけども、ユース、まだまだやっております。U18 リージョナルリーグがスタートいたしました。東地区9チームの総当たりで、上位2チームがエリート8と呼ばれる大会への出場権を獲得できます。まあ、トップチームのチャンピオンシップみたいなものですよね。まあ、そこで、まあ、優勝チームを決めていくというような大会に出れるということです。でもこれまでに3試合行われており、渋谷戦、対渋谷戦では敗北してしまったんですけども、川崎戦、横浜戦は、勝利しまして、勝1敗という成績となっております。で今後ですね、7月1日は、アルディ千葉さん、7月2日は富山さんとの対戦を予定しております。まあ、こちらをね、どんどん勝っていけば、まあ、エリート8に出場して、まあ、チャンピオンシップで、まあ、こちらね、果たせなかった優勝というところをもしかしたらユースの子たちがね、掴み取ってくれるかもしれませんので、皆さんぜひこちらも応援していただきたいと思います。よろしくお願いします。続いてのトピックスはこちらです。2023-24チケット情報ということでですね、まあ、来シーズンのシーズンチケットについてちょっとこちらでご紹介させていただければと思います。でこちらシーズンチケットの6つの特典ということでこちらまとめさせていただきました。まあ、新規の方向けには7月25日から一時申し込みを実施するということになっております。まあ、シーズンチケットはですね、今ご覧いただいている、まあ、6つの特典を得ることができるんですけど、まあ、盛りだくさんですよね。はい。まあ、一番はね、やっぱりね、その、まあ、チケットのこの販売された時に自分が見たい席っていうところをもう販売時間に競争して今か今かと待って買えた買えなかったみたいな競争せずもう全試合ですね、まあ、ちょっと千葉ポートアリーナだと一部あの席種がねあのシーズンチケット対象になってなかったりありますけども、まあ、いつもの席で、まあ、いつもの自分の見たい角度で場所で見れるっていうのが、まあ、シーズンチケットの一番の最大のメリットかなと思いますので、まあ、ぜひですね、こちらシーズンチケットも、ご検討いただければと思いますので、はい、詳しくはですね、公式サイトをチェックしていただければと思います。はい、ぜひご質問をチェックしてください。よろしくお願いします。ということで、まあ、今回のジェッツニュースのトピックスは以上となります。まあ、そしてですね、まあ、今シーズンの、まあ、ジェッツニュースは今回でラストということになります。まあ、手探りの中でね、まあ、始めた企画だったんですけども、まあ、コメントなのでね、応援してくれた皆さん、本当にありがとうございました。私もね、この話が持ち上がった時には、一応、まあいいよ、やるよという形で、まあ軽い気持ちで受けたんですけども、まあなかなかね、他に例えば選手が来てくれてみたいなのをちょっとイメージはしていたものの、まあ5回全部、自分が一人で出るという形で、進めてまいりまして、見てる皆さん楽しんでくれてるのかななんて気になってはいたんですけど、いろんなところから見てますよなんて声をもらえると本当に励みになりますんで、来シーズンもね、やるんですよ。そうです。はい、やるらしいのでですね、私も頑張ってまいりたいと思っておりますので、ぜひですね、チャンネル登録のほかコメントなどでも、まあ、ご意見をね、これからも寄せていただければと思っております。はい。でも最後になるんですけども、まあ、改めてね、今シーズンも、まあ、千葉ジェッツを応援していただいて、本当に皆さんありがとうございました。はい。まあ、今シーズン、本当に、2023シーズンがですね、
ものすごくいい成績で終われたシーズン、まあ、優勝できなかったですけども、まあ、他に本当にいろいろな成績を残せたシーズンで、まあ、そういうシーズンの後ってどうしてもね、まあ、それより成績が伸びなかったりすると苦しい時期ももしかしたらあるかもしれません。もっと伸びるかもしれないですよね、まあ、もしその本当に苦しい時期があったとしても本当に皆さんの応援でチームっていうのは頑張れるものなので、ぜひですね新しいシーズンも一緒に戦ってくれれば本当に嬉しく思って、よろしくお願いします。ではですね、今回も選手たちが躍動した様子を最後に見ながらお別れとなります。それではブースターの皆さんに愛を込めて Go Jets。 はい、大丈夫です。なんでさ、こういつも微妙な空気なんて書いた人だよ。いつもなんかすごい微妙な空気出してるよね。うわー、言ってるわ。皆さん、ご視聴ありがとうございます。いいなと思って思わなくてもチャンネル登録お願いします。